にしても、どうしましょうかね、僕ね、これからね、本当にね。ほんとさ、なんかさ、今まではさ、まださ、投げ銭オンにしてたからさ、なんか罵倒とかされてもさ、ね、ああだこうだ、まあ言ってくるやついるじゃん、アンチ含めさ。いろんなやつ言うじゃん、ああだこうだ、ね。もう本当にもう、コメントをさ、ね、尖らせた刃のように振りかざしてくる人たちいっぱいいるじゃないですか。ね。そんな、ね。刃みたいな、もう本当、もう光り物をギラつかせたようなコメントしてくるような奴らいっぱいいたけど、でもやっぱ投げ銭が飛んでたからまだなんだかんださ。ね。こう、なんていうの。まあ、そんなのも、そこまで気にせずやれたかもしれないけど。こんだけボロカス言ってくるやつがいて、ね。それでいて投げ銭がもう全くない。まあ、俺がオフにしてるんだけど。こんなのもう耐えられないよね。申し訳ないけど。耐えられない。本当に、こんなのなんか俺メリットあんの？これ。これメリットあんのか？これ、俺。これなんか俺メリットあるんですか、マジで。ああ、お腹空いてきたな。お腹空いてきた。いや、俺結構ね、食欲はね、前ほどないんすよ。だから結構痩せたと思う。でも今日ね、スーパーのあんま大きくない、なんだっけ、あれ。お好み焼き？あんまり大きくないやつを、それしか食べてないから、さすがにお腹空いた。実際食おうってなっても、なんかほんと、前ほど食欲なくて、そんな量食えないんだけど、今。で、マジ痩せたと思う。で、今までとほんと食う量がね、明らかに減ってるもん。明らかに今までと食う量が減った。まあ、さすがにちょっとしか食ってないから今日、さすがに腹減ったけど、でも、これから食おうと思ってもそんな量食えない、絶対。前ほど。今を乗り越えたらいいことある。そうかな。でもマジでどうなるんだろうな、俺。ほんともうどうなるかわかんないな。マジでどうなるんやろ。マジでもうどうなるかわかんない。俺マジで今究極だから、俺さ、今までで一番ピンチかもしれない、今が本当に。生きてきた中で多分これほどのピンチってあったかなって、俺なんか振り返ってみたんだよ、人生、自分の人生を。マジでこれ以上ないと思うわ。こんな状態。マジで今一番ピンチかもしんない。自分の人生、振り返ってみたんすよ。頭の中で。これ以上のピンチってあったかなって思ったんだけど、多分ないね。FX 溶かしたとき、いやー、まあまあ、あれもあれで確かにそうだけど。いや、でも間違いなく1位、2位を争うぐらい厳しいね。今の状況は。もうどうしたらいいんだろう、本当に。本当にどうしたらいいんやろ、俺。本当にどうしたらいいんだろうな、俺。ピンチはチャンス。チャンスにできないんだよね。だって実際こうやってね、普段より閲覧集まってるけどさ、結局投げ銭をオフにしてるから、
これで投げ銭オンにしてたらまだワンチャンさ、集まってくる人がいるから投げ銭とか来るかもっていう。まあ、それこそ本当の意味でピンチをチャンスに変えれるかもしれないんだけど。投げ銭を振ってる時点でもう何もなんないからね。もうどうしたらいいの、これ。だってこんな1円にもならないさ、人が集まってきてもさ、閲覧とかさ。何もなんないじゃん、こんなの。腹減ったな。もう終わるか。もう終わるか、これ。トイレ行きたいし、現実逃避して YouTube でも見るか。現実逃避して YouTube でも見るか。